皆様こんにちは。プロレス動画維新軍実況の林です。人々を魅了するプロレスの試合、しかしながら全ての試合が名勝負と謳われ、人々に勇気を与えてくれる試合ばかりではないのです。そんなファンの期待を裏切った試合の中から、ひどすぎる試合を5つ紹介していきます。他にもひどい試合がありましたらコメント欄で教えてください。ババさん、タイラジャライオンとか言わないでね。グレートムタ VS グレートニタ。まず最初に紹介するのは1999年8月28日神宮球場で行われた新日本プロレス主催のムタ VS ニタ戦です。皆さんご存知の通り、ムタは武藤敬司がアメリカ WCW 時代に活躍していたもう一つの姿。日本でも武藤の別人格として大きな大会など限定でリングに上がっていました。一方のニタは名前の通り、大仁田敦が演じるもう一つの顔で、一言で言ってしまうとムタの完全なパクリです。もともとニタは FNW 立ち上げ後、大仁田がアメリカ遠征を行った際にムタ人気にあやかってペイントを施してリングに上がっていた時の姿でした。この姿をターザン山本が週刊プロレスでグレートニタと紹介したことが始まりだったのです。お互い接点のなかった2人ですが、大仁田の新日本参戦でムタ VS ニタが実現することになりました。当時暗黒時代と呼ばれ、業績が低迷していた新日本プロレス、魔界大決戦と称されたこの試合は当初大きな注目を集めることになりました。武藤が気分悪いよ、ニタなんてムタのパクリじゃんと不快感を示せば、前哨戦の札幌大会ではニタが緑の毒斬りで武藤の顔面を緑色に染め上げるのです。このように決戦までのアングルは完璧に近い内容でした。そして当日の試合はノーロープ有刺鉄線バリケードマッチ、次元装置付き電流地雷爆破ダブルヘルデスマッチと舌を噛みそうな長い試合名で、大仁田が得意とするデスマッチ形式で開催されることになります。試合前はその話題性からかなりの期待を集めていましたが、正直なところ試合は非常に残念な内容となってしまいました。試合が始まるといきなりムタが衣装のまま電流爆破を食らい大いに盛り上がるのですが、その後はプロレスの試合と呼ぶにはお粗末すぎる内容、技らしい技は一切なく、鎌やファイアー攻撃だけが行われるような状況だったのです。さらにムタも真似てファイアー攻撃をやろうとするものの、火がつかず不発、会場は完全にしらけきっていました。こうなると頼りは電流地雷爆破。しかしニタは自ら次元装置のスイッチを入れようとするものの、パトランプのスイッチと間違えてしまう大失態を犯すのです。突然回り出したパトランプにびっくりして、素で次元装置のスイッチを探すニタ、何もかもがグダグダでしたが、なんとかニタがバリケードマットに落ちて被弾するのですが、火薬の量を間違えたのか新日サイドの配慮なのか不明ですが、明らかに迫力不足でした。最後もムタがニタの脳天を鎌で叩き KO。 ニタは自分で棺桶の中に入って試合は終わるのです。正直鎌とファイアー以外の技は一切ありません。戦前の期待が大きかったこともあり、ファンからするとひどすぎる試合となりました。もともと武藤敬司はこの試合に乗り気ではなく、アングルを見た瞬間完全にやる気がなくなっていたそうです。この辺は当時の新日本プロレスの迷走ぶりがよくわかる試合でした。高田信彦 VS トレバーバービック。次に紹介するのは高田信彦対トレバーバービックの試合です。当時旗揚げしたばかりの UWF インターナショナルは大会場でのビッグマッチをメインに興行を行っていました。そして1991年12月22日に年末のビッグマッチとして両国国技館での興行を予定していたのです。このビッグマッチで U インターはボクシング元 WBC チャンピオンのトレバーバービックと高田信彦の対戦を発表するのでした。バービックは
かつてモハメド・アリを倒したこともある一流のプロボクサー。対する高田もこの時は年齢的にも一番強かったとされる状態だったのです。猪木対モハメド・アリを彷彿とさせるプロレス対ボクシングの異種格闘技戦に多くの人が期待をしていました。しかしそんなファンの期待は一瞬で裏切られることになるのです。バービックは試合前からしきりにベルトラインより下の攻撃をしないようにアピールしていました。そして試合が始まると高田のローキックが入るたびに執拗に反則だとアピールし始めたのです。それでも繰り出される高田のローキックに怒ったバービックはそのままリングを降りてしまうのでした。そうです、まさかの試合放棄を行ったのです。リングを降りた後も執拗にクレームを続けるバービック。つまり契約では下半身への攻撃は禁止されており、高田がそれを破ったために試合が成立しなかったとされているのです。当然激しい試合を期待していたファンは唖然とするばかり。同時にユーインターに対する不満が爆発するのでした。ただ一方でこの一戦の契約書には下半身への攻撃が禁止という項目はなかったとも言われています。もしこれが本当ならバービックは最初からまともに試合をする気がなかったということになりますね。正直真実は現在でもはっきりしていません。ただ期待していたファンからすると怒りの収まらないひどい試合として記憶されることになるのでした。よしこ VS 安川アクト。次に紹介するのはよしこ対安川アクトの試合です。2015年2月22日後楽園ホールで開催された女子プロレス団体スターダムのビッグマッチで事件は起こりました。この試合はよしこの持つ団体の至宝ワールドオブスターダムに安川が挑戦するタイトルマッチだったのです。ただこの試合はタイトルマッチだというのに挑戦者の安川が調印式に来なかったりと不穏な空気がすでに流れていました。そして試合が始まるとプロレスのアングルを無視して安川はシュートを仕掛けたのです。安川の顔面パンチに切れたよしこはマウントポジションから安川の顔面に拳を何度も振り下ろしました。意識が朦朧としたままパンチを受け続け、安川の顔面はみるみる変形していくのです。事態の異常性に気がついた和田恭平レフェリーとセコンドが間に入りよしこの勝利として試合を強制的に止めたのでした。当然この内容に会場から怒号が飛び交う事態に。しかも勝利したよしこは勝ち名乗りを受ける際に笑みを浮かべていたのでした。この試合は一般メディアでも取り上げられているので知っている人も多いかと思われます。試合後はよしこにバッシングは集中し、一時はプロレスを引退することになるのでした。一方の安川は試合後入院生活を送ることに。本人からはメインだけの感想でスターダム全体を悪く思わないでほしいといったコメントが出されました。しかし安川はその後視力の回復が思わしくなくプロレスラーを引退してしまうのです。なぜこのような事態が起こってしまったのか。以前から2人の間には少なからず遺恨がありました。以前より女子プロレス界では仲が悪い選手同士を対戦させることが横行していたのです。古くは全日本女子プロレスでもシュートに近い試合になることで会場を盛り上げる手法として行われていたのでした。女子プロレス界は村社会とよく言われています。ただ次世代を担う女子プロレス団体であるスターダムでこのような手法がまだ使われていたことは非常に残念でありません。佐々木健介 vs 藤田和幸。次に紹介するのは佐々木健介対藤田和幸の試合です。当時の新日本プロレスの暗黒時代を象徴する試合とまで言われたこの一戦。試合が行われた2004年10月9日の両国国技館は当日台風の直撃や長州の出戻り乱入などもあり、ファンのフラストレーションはメインイベントが始まる前から溜まりきった状態でした。そして
行われた健介と藤田の IWGP 戦。結論から言うと、この試合はわずか2分29秒で決着がつきました。それは健介にスリーパーホールドを仕掛けた藤田の肩がマットにつき、そのままスリーカウントが入ってしまったのです。当然このわけのわからない結末にファンの不満は大爆発。まさか平成の時代になってまで危うく暴動が起きる寸前になるのでした。なぜこんな不可解すぎる決着になったのか。当時藤田はプライドなどの総合格闘技でも活躍し、日本人最強レスラーと呼べる選手でした。ただその一方でプロレスの試合運びは二流で、 IWGP チャンピオンにもかかわらず新日本プロレスにはスポット参戦という形をとっていたのです。そんな藤田の商品価値を傷つけずにベルトを移動させる方法はないか。そこで取られたのが、プロレスの技術は二流のため、技を仕掛けた時にマットに肩がついたというアングルだったのです。実際に試合中一度同じように技を仕掛けた際に肩がマットにつきカウントを入れられる前振りまでありました。完全にファンをなめていますね。しかもひどかったのが、その後の健介の対応。普通に勝利を喜んでいたのです。ただ一方でこの結果に妻の北斗はブチギレ状態に。どうやら北斗はこのアングルを聞かされていなかったのです。ブチギレている妻を見て、健介はインタビューでもオロオロするばかり。これら一部始終がテレビでも放映され、現在でも歴史に残るひどい試合として語り継がれることになるのでした。岡田和親 VS 吉橋。最後に紹介するのは新日本プロレスの岡田対吉橋の試合です。と言っても最近の試合ではありません。2人の凱旋試合であった2012年1月4日の東京ドーム大会での試合です。当時の新日本プロレスは棚橋、中村の頑張りにより業界の名手としての地位を確かなものにしていました。当日もメインの IWGP 選手権棚橋宏 VS 鈴木実をはじめ、高山義弘や杉浦隆らも参戦したお祭りムードの強い大会だったのです。実際試合内容に関しても非常にレベルが高い試合が多かったのでした。一つの試合を除いては、それは大会の第3試合に組まれた岡田対吉橋の試合でした。当時ダブル凱旋試合と銘打って行われた試合ですが、残念ながらひどい内容だったのです。実際2人とも海外遠征帰りということもあり、日本の試合や組み立てを全く理解していなかったのでした。唯一ファンが反応したのは岡田のドロップキックのみで、今では信じられませんが、ラストのレインメーカーも全く説得力がなく、いつの間にか試合が終了していたのです。会場に来ていたファンの中には、この試合を唯一トイレ休憩に行けた試合だと酷評する人もいました。ここまでならただの失敗した凱旋試合で済むのですが、この後岡田はとんでもない行動に出るのです。メインで棚橋が鈴木を下し、ベルトを防衛した後、岡田がリングに乱入してベルト挑戦を表明するのでした。おそらくこの流れは最初から決まっていたものだと思われます。ただ吉橋との試合が凡戦すぎたこともあり、このアングルはファンからは失笑とブーイングを買うことになるのでした。棚橋の IWGP は遠いぞというとっさのアドリブでなんとか大会は収まりましたが、正直岡田も非常に辛いアングルだったと思います。その後岡田は見事棚橋を倒し、試合内容でもファンを納得させて現在の地位にまで上り詰めるのでした。しかしそこにたどり着くまでに、下道をマネージャーとして起用するなど新日本プロレス側の試行錯誤と苦労が見て取れます。やはり凱旋試合はきちんと試合を作ることができる対戦相手でないと、岡田とはいえインパクトを残すのは難しかったのでしょう。今回はファンの期待を裏切った試合の中からひどすぎる試合を5つ紹介しました。アングルがダメすぎるものや
遺恨が深すぎたりするものと、いろいろな残念試合がまだまだあると思います。皆さんの中でとても残念な試合があれば、ぜひコメント欄にて教えてください。それでは今日はこの辺で。皆様ご視聴ありがとうございます。